誰が？丸高さんですね。丸高。丸高。あれだ。いいよ、あそこもいいよ。それこそあの関役の深見さんに、深見さん、ね、丸高さんのそういわゆるこう夢と希望を揉むわけじゃないですか。その時どうなんですかと、実際僕そう現場にいたんで、実はそれもやっぱ俺たち同じような下世話だな。そう、下世話だな、下世話だ。いや、やりづらいよそりゃって言って、深見さんすっごい心が、うん、この温厚で人に非常に優しい方なんで、こんな人じゃないのね、僕たちみたいにクソメンではないわけですよ。ちゃんとしたジェントルマン、はい、ジェントルマンなんで、はい、いや、やりづらいよって言いながらも、うん、こうなんか、うん、席だからさ、できちゃうんだよねっていうことを言ってたんですけど、あ、なるほど、うん、なんかどうやらでもクソメン臭漂ってたんですよ。はい、あるか、あるね、ぐわーっとわしづかみしてるんだよ。すごーい、いいんだったよ、はい、まあ、よかったよ、みんなかっこよかったよ、ね、そうっすよ、なんせかっこいい、みんな、うん、よかった、5月30日からね、そうなんですよ、2日後ですね、おー、あれ土曜日、あさってですね、もうそうです、もはや明日になるんです、うん、正式な、明日だね、はい、の土曜日だね、5月30日土曜日から東宝シネマズ新宿ほかにて全国拡大公開、そうですね、300巻以上でやりますね、うん、すごいね、新宿に大きい、ほら、綾野くんのこの、うん、あれがいて、そうなんです、あのあれがいて、辰彦が、はい、あ、もうあの撤去されたんですけど、はい、4日間だけ、作っていただいて、なんか嬉しかったですね、ああいったことも、なるほどね、メール来てますよ、はい、ラジオネーム年収5万、はい、小木さん、八木さん、綾野剛さん、こんばんは、はい、こんばんは、僕は先日新宿スワンの札幌での舞台挨拶の時に、うん、取材と舞台の写真撮影をさせていただいたカメラマンです。ああ、そうですか、舞台挨拶での綾野剛さんはお客さんをどっかんどっかん笑わせてていや、おかしいでしょ、クソメンなのに頑張ってて頑張って喋ってて偉いなと思いました。僕も頑張ってちょっと喋ろうと思いました。綾野剛さんは僕たちのクソメンのヒーローです。偉いね、舞台挨拶も全国行って取材も何百と受けて疲れてんのに、いや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 、ちゃんとお客さんを笑わす、何のことしてないですよ、いいな、もう矢作さんもう目が悪 い、もうそんなことしてないです、いやいや、じゃあ偉いと、本当に偉いと思うよ、いやいやいや、すごいことよ、だってこうやって来てんだよ、クソメンのヒーローだって、いや最高の称号ですけどね、最高の称号だね、はい、ちゃんと行って、だってもう取材も何百だっけ、200雑誌だけで200をやってると思いますね、で200で同じことをさ、ずっと聞かれてさ、いや俺たちも一、まあ何十はあるよね、なんか、うん、何十でも本当に嫌になってさ、あ、はい、もうなんでこいつと思われる、いや、ダメですよ、そう、本当に沢尻エリカのさ、うん、まあ、別にをさ言いそうになるぐらい、うるせえよ、お前うるせえよ、もう同じことばっか聞くじゃねえバカって、別に取り越してうるせえよ、そうそうそう、うるせえよって言いたくなる気持ち、はい、ただ20とかでも思うよね、もうみんなだって同じような質問してるんだもん、そう、朝からさ、晩まで取材の日みたいあるじゃない、あ、ありますね、ずーっと何社を、あれをさ、どうやって乗り越えるの、もうどうやって乗り越える、まあ、ただ一つには、うん、取材してくれてる方の、うん、あのもちろん内容を酷使していることはもちろんあるんですけど、うん、こうやっぱり喋ってると具合がやっぱ違うんで、その人が変わるんで、うんうんうん、むしろその人のなんかこう面白いところを一人でずっとこう見つけながら、なんかやりながら、あと話聞きながら、ちょっとなんかその人だからこそできるこうなんか面白い関係性はないかなと探りながらやってますが、さすがに僕が今回その例の発言はなかなか出ることはなかったですけど、ね、ああ、なるほどね、ちゃんと面白いとこ見つけてやってるからね、いや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 でも逆にあの荻原さん、そんなにあのそう取材するときに、特に質問される内容ってその何ですか、なんで笑い始めたんですかとか、そういうことですか、あ、それはね、ほらそんな何社もないじゃない、うん、やっぱりさ、なんかなんかをするときよ、はい、映画とか DVD だとか舞台だとか、うん、それなんか出すときだよね、そうそういうときに、それのね、うん、発売にの内容さ、はい、いろいろ取材受けるときとか、やっぱりもう同じことをずっと聞かれるじゃない、うん、
見どころ、あ、はい、見どころを毎回聞かれるじゃん。見どころってやっぱ映画見てもらってなんもじゃないですか。それ見どころって言われても難しいですね。正直なところ。そうなんだよ、はい、もうこれ見どころって、いや僕別に変な話、その、うん、記者の方々に勉強、お勉強もう一回 してくださいってことじゃなくて、うん、単純に見どころはどうですかって言われた時に、うんうんうん、見どころ言っちゃったらなんかそれも答え言ってるようなもんだなと思いつつ、見どころかと思って、とりあえず沢尻以外この10年で一番可愛いんで見てくださいって言い方をしてますが、内容というよりね、はい、あとまあ山田孝之の顔がもう本当狂犬で、あの彼の顔で PG-12 になってるんだって話をして顔でねとかそういう言い方しか正直できなくって、見どころなのかなと思いつつ、何か新しい、うん、聞き方ちょっと考えてもらえると嬉しいですね。そうだね、はい、そうなんだよ、何でしょう逆に。ていうか俺が今さ、今まで思うのはさ、もう、はい、一つにさ、もう全部もう録音撮っちゃってさ全部、ええ、もう大体みんながやる質問を、はい、それをもう各社に渡しちゃいいと思う。それ合同取材ってことですよね。いや、でももう本当だって聞くこと一緒なんだからさ、もうまあまあそうですよね。いいやんって、写真もそう、うん、はい、1枚が誰かが1枚撮って、ええ、それをみんなに渡せば、はい、あんなみんなでさこっち向いてくださいってさ、こっちからなんか左から右ずっとやんじゃん、あれ、うん、あれがすげえ嫌なの俺。大木さんも嫌だっつうのもあれだけど、せっかく来てもらったからね、すごいありがたいよ、俺大好きやもんだって。あれ俺幸せを感じる、あれ話しながらやべえなと思っちゃう。あれ好きなんだよ俺、あれ持ってほしいな。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネリーキー。さあ今日はね、綾野剛さんをお迎えしてお送りしておりますが、うん、ラジオネームネズミ後輩、小木さん、八木さん、綾野剛さん、うん、こんばんは、こんばんは。いよいよ再来週は第3回妄想総選挙ですが、うん、綾野さんは誰が優勝すると思いますかという、まあ妄想総選挙っていうのをね、はい、やってるんですね毎年、うん、AKB の総選挙、もありますけども、はい、まあこちらの方が本家ということでやってるんですけどね、うん、なるほど。